だから今イム様は被害者にあんまり見えないじゃないですか。加害者に見えるんですけど、もしかしたら本当の意味で一番かわいそうなのがイム様の可能性とかもあるのかな。ナミがイム様だとしたら野次子がリリーみたいな。巨大な王国 VS 二重の国の王たちの戦争っていうのが、そんな戦いが実際にあったことは確定でいいと思うんですけど、そこにジョイボーイはどういう立場でどっちにいたんだとか、イム様はじゃあどうなんだ、アラバスタ家っていうのはどうなんだ、人魚姫はどうなんだみたいな、そこがまだ分かってないんだよね。ざっとイム様五老星以外は全部巨大な王国側で、光月家ミンク族、ジョイボーイ人魚姫アラバスタ家とかっていうの VS 二重の国の王みたいなね、イメージですけど、そこに、じゃあイム様はネフェルタリリリーとのつながりがあるんだとしたら、もともとはこっち側っていう話になるしね。もともとはこっち側のイム様が、なんでこっちで空の玉座に座る人物になって、今なおなんか五老星のある種奴隷みたいな感じで、五老星のために天竜人がわがまま贅沢し放題をするために800年間消すべき灯火を消して回ってるってことじゃなくて、もうそうするとイム様が本当にかわいそうになってくるけどな。それが望まぬことなんであれば、そうなってくるとアーロンパーク編の波になるのかな。イム様はイム様を助けるためにマリージョアを滅ぼすとかっていう話になってくるのかな。アーロンパーク編と最終決戦のリンクみたいな話は私のチャンネルよく言うんですけど、こんな場所があるから行けねえんだって無理やり書かされてた波の測量室っていうのをルフィがアーロンパークごと壊して最後立ち上がって終わりっていう話なんですけど、その波に該当するのがイム様だったら話はちょっと通るんだけどね。イム様を助けるためにレッドライン魚人島ごと滅ぼす垂直落下式の一撃を最後食らわせるっていう流れだったら、波とイム様のリンクってなんかあんのかな。でもな、ここに波がどうやって絡むかもあるよな。この物語にイム様とビビと白星姫みたいなところに波も絡まないと、なんか話としてポセイドンとの共鳴とかもあるしね。初めて会った気がしないですわ、波チン様みたいな。これ回収するために波もここのなんかこう人間関係に関わってねえと、波かあるいは波の祖先か、ほぼほぼ波はとっときの実で飛ばされてきたが、結構 70% くらいそうだと私は思ってんですけどね。おかしいからな、戦争の地で笑って生まれてんの。二人の王女と波の関係、波の立ち位置は今まで出会った王女。ああ、なるほど。波はアーロンに海図を書かされてた。1億ベリー貯めたら、ここやし村を買い取るっていう約束をしてた。で、その約束は無限にされて、ここやし村の民たちが立ち上がる、ヨサクとジョニーが止める、ルフィたち登場、アーロンぶっ飛ばす、こんな部屋があるからいけねえんだで壊すっていう流れだ。イム様は世界を買うために、ここやし村を買うためにから世界を、いやでもなんか、滅ぼってる雰囲気はあるんだよな。まあ波もだから悪魔のような女だとかって言われてましたけどね、一時期は。被害者だなんて思えない状態から来て、結局は一番の被害者が波だったっていう話なんですけど、だから今イム様は被害者にあんまり見えないじゃないですか。加害者に見えるんですけど、もしかしたら本当の意味で一番かわいそうなのがイム様の可能性とかもあんのかな。そうするとイム様を助けるためにこんな場所があるからいけねえんだでマリージョアを滅ぼす理由にもなっていくんですけど、あの事故とかの感じもあるからな。ナミがイム様だとしたら野次子がリリーみたいな話なのか。いやちょっといろいろな角度から考えられるね、これすごいことを言い出したよな。考察好きにとってよだれもんのドレスローザとの関係性からイム様の正体、リリーの正体とかを考えたい気持ちと、エジプト神話の観点からイム様の正体、リリーの正体っていうのを考えたい気持ちと、あとはアーロンパーク、アーロン編との関係性からもイム様とリリーの関係を考えたいみたいな。全部面白いな、しかもそれ。小田先生からの挑戦状や、イム様は鳥かごの中。熱い。もうみんなでドレスローザとアーロン編もう一回読み直そう。なんかあるぞ。絶対扉絵なのか、セリフのなんかなのか。いやー、しかもなんか海軍のネズミ、ワンピース作中で顔面思いっきりぶん殴りたいやつ、堂々第1位が海軍のね、ネズミなんですけどね。これ血ついてますよ、ネズミさんみたいなので。金は金だっつって、ナミが必死に集めた1億。アーロンに買われて取りに来たからね。あいつが16支部ですからね。海軍の16が隠れてますよ。石島達郎さん500円ありがとうございます。ラフテルは黄泉の国ではないでしょうか。一味全員が嬉しい宝って言ったら大切な人との再会しかないような気がします。一味はみんな大切な人を失っています。ラフテル黄泉の国説か。
実際にあった莫大な宝っていうのは、まあ、それはそれであってってことか。あった上で、大切な人、失った人にも再会できるみたいな。爆笑するかな、でもな、それ。うん、まあでもまあ、面白い。ご褒美であるね。一番のご褒美ね。どこブーストさせて考えていくかっていう感じなんですけど、どっかで壁に当たるよね、やっぱりね。ってなると、あの発言が矛盾になるとか、あの発言を回収できないとか。ゴミの国も、ゾロが死神出てきて、あ、来たかって思ったんですけどね。読みの国回収。それで言ったら、和の国の、神月家の侍とか、赤瀬国男の口からよく出たよね。読みの国にも轟くぞとか。って考えると、神月家とか和の国とか、その辺つながりの感じもすんだけどな、読みの国はな。そこが、虎島の身寄り木とか、魂とかっていうので言うと、まあその辺なんだよな。つながりそうなんだよな。虎島では、木に魂が帰ってくるとされているみたいなのがあって、やっぱ和の国の未回収伏線、私の考察では、ズニーシャが和の国のこの上部分みたいなのを引っ張って、下からかつて栄えた巨大な王国が出てくるっていう、こう考察を、考えをしてるんですが、それがある程度正しいとすると、黄泉の国とかもその巨大な王国とかと繋がってる可能性がある。かつて栄えた巨大な王国がイコール黄泉の国とかもあるのか。ああ、でもまあそういうのもあるね。例えば、かつて栄えたその巨大な王国の名は消せって言って、クローバー博士がバーンって撃たれて死にましたと。で、その巨大な王国の名は、黄泉の国って、クローバー博士は言おうとしてた。とすると、その黄泉の国が和の国の地下にあって、夜明け、和の国の開国が黄泉の国の復帰。なんかあの、ドラゴンボールでいうところの、邪念場邪念場の回の、あの世とこの世の境、目がなんかぐちゃってなって、死んでたやつも復活するみたいなパターンあったよね、あれ。邪念場のやつ。死んでたやつも復活するみたいな、なんかあんな感じになっちゃうのね。例えば、かつて栄えた巨大な王国の名前が黄泉の国で、それが和の国の下に隠されていて、ズニーシャによって和の国が開国した暁には黄泉の国が復活する。フリーザ復活してたやつね。悪口で玉切る。で、そこではもう死者が全員復活するみたいな、なんかそんなパターンってことかな、これで言ったら。大切な人がみんな復活する世界線に、もう、てんやわんやだけどね。でもね、そうすると、ね、全員生き返るってことです。白髭とかロックスとか何でもかんでも。そこまでの世界観の崩壊はないような気もするけど、ワンチャンあるのかな。黄泉の国は登場したら肌感的にはなんか綺麗ではない。じゃあエース復活する。どうじゃあエース白髭。ひっくり返るってそういうこと。黄泉の国があるなら映画でやってほしいです。ただまあ、ペドロとか、イゾー、アシュラー、同時とか、安家とか、もう死んで欲しくないキャラが、死んでしまった描写が多々あると。過去編まで遡ればめちゃめちゃいるからね。フィーナ、ベルメール、ドクター・ヒルルクとかね、トムさん言ってる説もあるけど、トムさんとか、陽気船長とか、陽気船長はまあ言ってる説あるか。リューマもね。まあ、絶対なさそうだけどね。一見なさそうだけど、とか、ねえだろっていうのがあるからね、今ね。ふざけ倒した人のミニカとか、ポールビアとかもだし、俺はサメル。まあ、サメル系も多いか。まあ、ちょっと読みの国はね、匂わせは十分にあるんで、本当に実在しているっていうパターンの方が、読者的には納得できるというかね、そんな感じはあるんで、どう描かれるのか、読みの国がね。イサミイツキさん、800円ありがとうございます。ワンピースの世界で1週間が6日しかない可能性はないですか？ポーネグリフは 6×5 でカレンダーになってて、夢の果てが毎週宴をする日を作りたいで、人々がニカを称えて日曜日と名付けたとかどうですか？うわー、なるほど。時の流れに違和感があるっていうのは結構ね、いろんな考察者さんも言ってたりするところなんで、もっとだよね、多分ね。なんか1週間6日、まあそれもかなりの現実世界と1日ずれるってすごいんだけど、なんかワンピースの世界ってもっとずれてる感じがあるみたいな匂わせはあったりするんで、いや、ただちょっと面白いですね。もう推理だよね考察というかねカレンダーじゃねっていう。いやー、熱いですね、カレンダーに割り振るという。